ぼ揃いました。まず芝の上での先行争い、11番のミレービーナス行きますか。ダートコースに入りました。これを制してマラードザレコード、外には15番アームズレイン、今4番手にはハイアムズビーチ、内からは4番のアイスリアン固まっています。そして10番のメズメライザーが追走、各馬3コーナーへ向かいます。あと中段固まって名称大岸三重のワールド、内は2番のオンザダブル、これから3コーナーです。さらには14番のオールフラッグが追走しまして、コパのハンプトンは後方、さらにはルクルトです。3コーナーカーブ、1番のリンカーンテソーロ後方から3番手、外5番シゲルヒラトリ、最後方3番うなぎのぼり最後方です。前は4コーナーへ向かいます。飛ばします。12番マラードザレコード、残り400通過、第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。リードが3馬身4馬身、2番手は15番のアームズレインか、追い込んでくるアイスリアン、さらには外から6番のハイアームズビーチの体勢、残り200を通過して先頭変わった15番アームズレインが抜ける。リードが2馬身3馬身、2番手4番アイスリアン、3番手が6番ハイアームズビーチですが、追い込んできた10番のメズメライザー、先頭は15番のアームズレイン、今ゴリン、2番手4番アイスリアンで追い込んだ10番メズメライザー、3番手のようです。